アンジュの領主一覧では、アンジュの統治者並びに、名目上の称号保持者を列挙する。アンジュ博の称号は旧世紀に、西フランク国王シャルル2世特等王から、ロベール号炭鉱へ初めて授けられた。インゲルゲリウス及びその息子たちは、インゲルゲリウスの息子である古く一世やカカオ博が、アンジュ博の称号を奪取するまでアンジェの使者区であった。 ロベール家及びその後ろ身であるカペー家は、バイキングとの争いや他の関心ごとにそらしていた。ことから、270年以上後のフランス国王フィリップ2世の、統治までは、安住博領を回復することはできなかった。インゲルゲリウス家の団系は、ジョフロワ2世追白の代で耐えた。それ以後の安住博は、ジョフロワ2世の姉妹であるエルマンガルドとガティネ博、ジョフロワ2世夫妻の子孫である。 イングランドプランタジネット家をも含む夫妻の男系子孫はフランス国王によって支配されるまでこれらの称号と財産を掌握し続けた。その後、安住博の称号は1360年以降になると安住公の称号が何回か対外、バロア家及びブルボン家のフランス王族に授けられた。イングランドにおけるヨーク公の称号と同じく 初期における創設時を除いて、安住公の称号を受け取った者は皆それを伝え残すことができなかった。男子の後継者を残すことなく死ぬと、安住公はフランス国王ないしその相続人のもとに返還されたのである。安住公の称号は、ルイ14世の孫フィリップがスペイン国をフェリペ5世として即位するまで有していた。それ以来、今日に至るまで、 スペインブルボン家のレジテミスト多い請求者の一部がアンジューコーを称している。また、オルレアニスト多い請求者、アンリのオイシャルルフィリップもアンジューコーを称している。1204年にアンジューは、フランス国王フィリップ2世の手に渡った。アンジューは父として改めて、ルイ8世の三男で1232年に13歳で、死んだジャンに、それから、同じく罰死で、 後のカペー系アンジュー朝初代シチリア国王となるシャルルに与えられた。アンジュシチリア家1290年にマルグッドがフランス国王フィリップ4世の弟バロア博シャルルと結婚したことで彼がマルグリッドの後継者としてアンジュー博となった。バロア家、シャルル4世の死によってアンジュ公領は王領へ返還された。シャンボール博、アンリボツゴ、 スペイン国王フェリペ5世の子孫が生き残ったルイ14世の唯一の男系子孫となった。その中でスペイン王多い請求者であるカルリスタの年長者がカペー家の長老となった。彼らのうち何人かが儀礼上号であるアンジューコを有していた。1936年にアルフォンソ・カルロスが死ぬとカペー家長老の地位は スペインの廃王アルフォンソ13世に渡った。1941年に、セゴビア公廃名は、父アルフォンソ13世からルイ14世の、男系相続人を継承したことでレジティミストの、フランス王位請求者となり、ア安住公の称号を採用した。2004年12月8日にオルレアニストのフランス王位、請求者フランス公アンリは、オイシャルル・フィリップ・ドルレアンに、ア安住公の称号を授けた。 アンリにとっては、アンジュの称号は、ルイ5世が死去した1824年以降は、使用可能であった。なぜならばアンリは、スペインブルボン家の儀礼称号を認めていなかったからで、ある。ありがとうございます。